ヤコポダ、ポントルモが、コジモデ・メディチは、フィレンツェ共和国の銀行家である。メディチ家のフィレンツェ支配を確立した。コジモは、フィレンツェに納められた税金のおよそ65%を、負担し、死後ローマ皇帝に習い、祖国の父、パーテル・パトリエの称号を贈られた。通称コジモ・イルベッキオと言われる。父、ジョバンギの築いた、銀行業を受け継ぎ、発展させた。 1429年には、父が亡くなり、メディチケ党首となる。1433年、政変が起こり、フィレンツェを追放され、ベネツィアに逃れる。しかし、翌年10月6日、反対派のアルビッツケが失脚、追放され、コジモは、フィレンツェ共和国に帰還する。対立の激しいフィレンツェ国内では、政治的に表面に出ることを避け、選挙制度を操作して、 政府をメディチ派で固めた。対外的には、イタリアの強国との勢力均衡を図り、ローマ教皇庁との結びつきを強めて、カトリック、東方教会合同のフィレンツェ公会議を開催した。ルネサンス期の重要なパトロンの一人としても知られ、美術では、フィリッポブルネレスキ、ミケロッツォ、ドナテロラを庇護した。また、古代イギリシャの哲学者、プラトンの思想に浸水して、 私的な学芸、サークルプラトンアカデミーの基礎を作り、人文主義者、マルシリオフィチーノに、プラトン全集の翻訳を行わせたことで、ルネサンス期にネオプラトニズムを刻印した。1464年夏、郊外の別荘で逝去。メディチケ当主は、このピエロが継承する。ありがとうございます。